昨年の J リーグチャンピオン浦和レッズが連覇に向けていよいよ2007シーズンのスタートです。浦和レッズとそして横浜 FC の第1節開幕節を迎えます。ご覧のようにこの埼玉スタジアム2002真っ赤に埋め尽くされています。待ちに待ったその時がやってまいりました。さあこのゲームなんですが、解説はおなじみ新藤克義さん、実況上野明です。新藤さん、はい、いよいよこの日が来ました。いや来ましたね、シーズン本当にこの開幕というのは、うん、はい、チャンピオンとしての開幕ですから非常に我々楽しみにしてますし、今日のゲームがこれから占うものになるような気がしてならないんですね。さあそれではですね、そのチャンピオンなんですが、そのチャンピオンの足取り昨シーズンですが、はい、ちょっと振り返ってみようと思うんですね、まあ何度見てもいいですからね、こういうのはね。そうですね、さあこれがその12月の2日最終節のこの埼玉スタジアム2002のゲーム、ガンバ大阪戦でした。あの先制点の持つ意味が非常に多かったんですが、それから本体の活躍というのはね、このゲームありましたね。はい、あのある意味では3点差以上ガンバがつけなければいけないという、そういったプレッシャーがありましたから。ありましたけどね、余裕ありましたね、まあ、我々としてはあったんですけれども、あのガンバの立ち上がりの動きの良さはすごかったですからね。さあそしてそのチャンピオンがこの12月の17日に、まあ、埼玉市内の優勝パレードを行いました、まあ、もちろん今シーズンもこれをやるがための今日のスタートですからね。そうなんですよ、もうこれがやりたいがための、シーズン開幕だと思ってください。そして年が明けた2007年の1月の1日元旦ですが、まあ、これが天皇杯ですよね、決勝戦でした。これもガンバですね。そうですね、シビトさん、はい、ありましたね、95% これガンバのゲームですよ、ところがそれを一発でね繰り返したと、はい、素晴らしいゲームだったと思います。さあそして1月の26日新加入選手ですが阿部勇樹選手がこの浦和にやってまいりました、ね、日本が誇るユーティリティープレイヤー、レッズ獲得しましたよ、まあ、千葉を離れて初めて他のチームのプレーになりますね、そして翌27日からはまずこの2007シーズンのマッティームの始動になります。ここからまあ練習がスタートしたわけなんですが、緊張感という意味ではどうだったですかね。そうですね、チャンピオンになってますからね、気持ちの切り替えをするのがまず最初に重要なことだと思います、そして13日これ2月になりますが、実はブルスカップというね、あのオーストリア遠征がありました、まあ、レッドブルザルツブルク、そしてバイエルンミュンヘンというこの両チームと戦ったんですが、45分日本勝負、意外な結果になっちゃいましたね、まあ、そうですね、コンディションもあまり良くなかったですから、結果はしょうがないとして、このレッドブルとバイエルンミュンヘンのこのゲームを進める力、これを学んだんじゃないでしょうかね。ギド監督、前監督ですが見つめていました。結果は6失点の1得点というね、ことで勝つことはできませんでした。15日に成田着、翌日16日から指宿のスタート、でもまあ僕はこの指宿合宿があらゆる面で調整していくための大事な合宿だったなと思ってるんですけどね、そしてこの合宿の後に今度はまた2月の24日土曜日になりますが、このゼロックススーパーカップが行われました、相手がまたガンバです、ガンバはね本当に雪辱に燃えるというのはこのことかなというぐらいに、いい動きをしてましたね、いやですからこの4対0で、まあ、結果出ていますが、レッズから言えばプリスカップと合わせて、3試合は180分、得点が1のみ、まあ、失点が10、ということでかなり不安される、多くのファンがそういう不安な状況に置かれていると思うんですけれども、僕はねもう4週間しか準備がなかったわけですから、まあしょうがないですよ、さあそしてこの開幕なんですが、過去のその開幕節ですがちょっとご紹介をしておきますと、もちろん過去14回対戦していますが、まあ、98年から2000年まで3連勝となるんですが、意外と開幕は結果的には勝ってないですね、苦労してるですね。2001シーズンからは今6戦で勝ちなしですか、2枠に4敗ですね、ですけどね、考えようによっては、例えば昨シーズン、開幕を向こうで、1日で帰ってきたと、僕はそのアウェーでの引き分けが大きな大きな、チャンピオンの道を作ったと思うんですよ。なるほどね、ところが今シーズンに関して、この開幕に関して言いますとね、今日は勝たねばならないと、僕はマストウィンだと思ってます、あのオジェク監督も今日のゲームは決勝戦というと言ってますからね、そうですね、オジェク監督も変化をつけるために、どこで、変えていくか、それを考えながらやってると思いますからね。さあその浦和レッズですが、開幕のメンバーです、ご紹介をいたしましょう。あれと思われる方もいらっしゃるかも分かりませんが、新藤さん、トゥーリオが体調不良になりました。そうですね、したがって阿部が入るんですね、まあ、準備不足のところもあったんでしょうけれども、
まあ、安倍のセンターバックというのは、うん、全く問題ないと思うんでね、ただトゥーリオのあのダイナミックなプレーというのがないというのは寂しいですけど、小野の左サイドという話もあったんですが、相馬が間に合いましたね、はい、間に合いましたね、そして永井も出ています、はい、さあ一方の横浜 FC ですが、こちらご紹介しましょう、ご覧のような格好になりますが、まあ、とにかく平均年齢は高いんです、ベテランは多いですから、そういった意味でこういった緊張感の中でも、まあ、そんなには緊張しないだろうという話なんですね。そうでしょうね、まあ、この大舞台で、はい、緊張、うん、変な緊張しないで、ゲームを読んでいく、うん、それは横浜FCのベテランたちには、はい、得意なところかもしれません、まあ、期待の三浦知良、カズは今日は、まあ、控えからのスタートということになりました。大きな歓声がこだましています、この埼玉スタジアム2002、いよいよ2007シーズンのスタート、浦和レッズは横浜 FC と対戦します。今年もいつものこの雰囲気が戻ってまいりました。そして今これからファーストインプレッション、選手が入場してまいります。レッズの旗が振られています。そして真っ赤にこの埼玉スタジアムが染まっています。いよいよ連覇に向けて浦和レッズが今日スタートを切ります。さあ今選手が出てまいりました。まあ、もちろん緊張感もあるんですが、まあ、最初のボールタッチ、そしてまあリラックスして、ね、何としても相手がまあ J1 昇格を果たした初めてのこの J1 でのプレー、横浜 FC、まあ、レッズから言えばある意味では簡単に勝ちたいなという、まあ、そんな気持ちももちろんあると思うんですが、ご覧のような多くのサポーターが見つめます。しかし新藤さん、はい、これ見てください。いやいや、これはもう最高ですね。いやもうこれはね、ヨーロッパで多くのチーム見てきましたけれども、はい、このスタジアムの、この雰囲気は本当に僕は世界に誇れると思ってます。本当ですよね。どうでしょう、開幕の緊張感、今選手の表情を見ていて、うん、もちろんいい意味で緊張をしなきゃいけないわけですよね。これはね、何度この場を踏んでも、うん、はい、どうしてもいい緊張感になるか、うん、それから悪い緊張感になる時もあるんですよね。なるほど、どちらかですよ。だけど今見てますと非常に引き締まったレッズの選手の顔があるので、僕は安心してますけどね。ご覧のように22番の阿部です。阿部勇樹、今そのシューズ、まあ、スパイクの紐を今結び直していますが、まあ阿部から言えば気持ちは全く他とは違いますよね。違いますね、そして、まあ、気負いにならなければいいぐらいに自分の中ではコンセントレーションも最大限に発揮しようとしていると思うんですけどね。もちろん経験のあるポジションがあるんですが、練習はほとんどがボランチでやっていました。はい、そうですね、ある意味突然と言ってもいいかは分かりません。ただ彼の力からすると、そういう形ですぐに柔軟に他のポジションやるということができると思うんですよね。さあそして今日のこのメンバー主審が柏原さんです。43歳は一級審判です。副審が中井さんが国際副審です。中森さんが一級審判、そして第4審の高山さんが国際主審です。この4人がこの浦和レッズの開幕節をさばいていきます。そしてポルガオジェキ監督、11年ぶりこのピッチに立ちます。まあ、11年ぶりこの浦和に戻ってきて監督ができる嬉しさ、幸せ感、非常に味わっているということを言っています。そうでしょうね、もう一つは緊張感あると思います、はい、今年のキーワードが連覇へ向けてですからね、うん、いやそういう意味ではオジェク監督自身もやりがいのあるシーズンになると思います。山岸です。こちらが横浜 FC です。初めてこの J1 に昇格を果たしました。ある意味では昨シーズン2006シーズンはこの J2 の中では非常に失点が少ないということで、非常に堅い守りから攻撃を移るという、そういうチームでしたね。そうですよね、まあ、それが J1 に上がったことでその失点というのは、まあ、どのくらい防げるチームになっているか、まあ、これも注目ということになります、はい。まあ、天国の意味はやはり久保の鍵も非常に大きな考えになります、はい、僕もいます、はい。さあそしてそれぞれがポジションに切りました。これから開幕節の前半の45分がスタートを切ります。なんか我々の方が緊張してくる感じがありますね。いや、本当におっしゃる通りですよ。どんなゲームになっていくのか。9番の永井です。そしてワシントンです。昨年の得点王、さあ連覇に向けて今笛が鳴りました。前半の45分のスタートです。山田からボールが当たっていきますが、山口がカットしました。ベテランプレイヤーです。さあそして水慶太が行きますが、ここからボールが後ろに戻りました。ここで初めて今阿部がタッチですね、はい。どうでしょう新藤さん、やっぱりワンタッチで気持ち的には落ち着くんですか。落ち着きますよ、最初のタッチがなかなかできないと、はい、かなり緊張しますし、いいんじゃないですかね、はい。それと球の周りがキックオフから悪くないです、うん。
まずはこれでリズムを掴んでいって、いつ攻め時が来るのかということを伺っているという、はい、そういう今レッズですね。昨年と違うレッズ、やはりこの中盤でもボールを回したいというのがありますよね、はい。それとこういう開幕ゲームでポンテが先ほどボール触りましたけれども、はい、やっぱり彼のボール回しうまいですよ。そして今長井を狙っていきました。落としてワシントンがいますが、ここはクリアボールになります。チョン・ヨンデが今クリアしてボールはタッチラインに割っています。さあその裏レッズのメンバーです。キーパー山岸です。坪井、阿部、根々の今日は3バックになります。そして永井、鈴木啓太、小野、相馬、ポンテ。相馬が怪我だったんですが戻ってまいりました。そして山田、ワシントンのフォワードになりますが、まあ形的にはワシントン、そして永井、ポンテ、この辺がまあ前でのトライアングルという格好になりますよね。と思いますね、はい。もう実際にそういう形が見えてます、はい。ですから小野伸二はボランチという格好になりますか。なりますね。今日は鈴木啓太と組んで、小野伸二がボランチのポジションに入っていると見ていいですね、はい。そして控えの方が都築、堤、内館、堀之内、酒井、平川、岡野が入っています。まあ、トゥーリーは体調不良で、おととい練習見に行ったんですが元気だったんですが、なんかもったいないですね。まあ、これからまあ長い長いシーズンの始まりですから、そんなに無理をさせることはないかなと思うんですよね。ですから、まあ、ある意味ではホルガー・オジック監督の開幕節、練習を積んできた中に疲労になってその体調不良を訴えた、そして今日出ることができないというのは多少やっぱり構想のズルは出ますよね。いや、多少出ます、それである意味阿部に対する指示も、はい、そんなに時間があるわけじゃないんでね、これは小野伸二についてもそうですけどね、はい。そして根々からボールが出ますが、ここも守備の良さを誇るウクライナシーが今ボールをカットしますが、小野伸二が持ちました。右サイド山田空いてるんですよね、かなり空いてますが、今ポンテがボールをキープになります。相馬が上がっています。そして今ワシントンがゴール前、ただこれはここまで見てると、今日のゲームはほとんど、ボールポジションに関してはレッズが、まあ主導権を握っていくんだなというのはもう見えてますね。ホルガー・オジック監督は95年96年このレッズを率いました。弱かったと言われたレッズを3位まで引き上げたんですよね。そうですよ、彼の、タクティカルディシプリンに基づく、はい、チーム作りというのは本当に素晴らしかったと思います、はい。とにかくディシプリンという話をよくされました、します、ね。もちろん今もそうです、はい。さあ小野伸二です。ここはチャンスになりました。フリーキックレッズのチャンス、阿部が今中にも入りました。そして山田も入っています。ワシントンか、狙いはどこだ。ワシントンか、その後ろネナもいたんですが、ワシントン狙いでしたね、はい。キーパー杉野が取っています。そして杉野から長いボールが出ました。この辺の杉野のロングフィードというのも定評ありますからね、ゴールを決めた男ですからね、さあそして横浜 FC のメンバーご紹介しましょう。キーパー杉野です。そして小野智義、早川、小村、和田の4バックがあります。そして中盤が山口、ベテランです。矢田、奥、チョン・ヨンデ、滝沢、滝沢ブランコ高校出身です。そして久保というワントップ、この中盤をどういう風な布陣で来るかなという一つ興味あったんですよね、はい。まあ、間違いなく山口と、チョン・ヨンデのボランチ2枚ですね、はい。そして両サイドもできるだけ、中盤で山口のラインにまで入るぐらいのディフェンスの意識を持って、滝沢と矢田いますね、はい。そして控えの方が小山、キーパーです。アンデルソン、それからアドリアン、内田、そして三浦和義が今日控えです。それから10番アルシューバー、そして難波というこういった選手が入っています。まあこのメンバーというのもその練習を見て、そして誰が来るかなという一つ興味がありましたが、はい、高木監督は今日は数を控えからのスタート、 それからのアドリアナとの中盤来るんじゃないかという話もあったんですが、今日はもうオール日本人というスタメンですよね、はい。立ち上がりそうになりましたね、はい。山田が入れました。そしてチャンスが落として長いか、得かクリアになります。ただ攻撃に出ようと思っても、はい、なかなか後ろがね、自陣に下がっているので、そんなにスピーディーに攻撃には移れないと思うんですね。だからレッズが気をつけなきゃいけないのはカウンターですけど、その面をどう封じていくか、そこに集中しなきゃいけないと思います、はい。まあ、新聞市場でも今日の横浜 C はまずは8人で守るであろうという話がずっとされてましたけどね。その通りになってますね、はい。今きっかけになるのは、はい、久保をターゲットにして前線に放り込んで、はい、奥につながれば、あと後ろのプレイヤーが上がれるだろうという、そんなところが見えてますけどね。ボランチ左が山口、6番チョン・ヨンデ、13番が右サイド、そして中盤この右に矢蓋が入った16番、左が滝沢、12番です。そして奥がトップ下、まあ、もちろんぐるぐる回ってくるんですが、とりあえずはこういう格好になっています。そして久保のワントップです。まあ守りをとにかく固めようというこの横浜市ですが、そこをまたいかに破ったら別のこの攻撃力になりますか。ここはファーズですね、小野智義が来ました。
いや今日は横浜 FC の右サイドの小野友義あたりはかなり神経集中して、対応していかないと、はい、相馬のキレ今見てるといいですね、まあ、怪我がありました。したがってちょっと心配をされたんですが戻ってまいりました。さあここでまたフリーキックになります。こういったまずセットプレーを本当大事にしたいんですね。大事にしたいですね、というのはもうこれ2度目ですからね、はい、この辺で1点取っておくとスムーズにことが流れると思います。今度はポンテが入っていきます。低いボールが来ました。ゴール前からここはすぐにパンチが弾いています。そして相馬がいます。もう1回ポンテに来ました。ポンテ逆サイドもネネが入っています。そのネネを狙っていきますが、ネネが当たった高いぞ。キーパー取りました菅野です。昨年は J248試合で非常に安定したこのゴールキーピングを見せた杉野を取りました。18番小野智之です。さあ初めての横浜 FC の攻撃ですよ。奥です。やっぱり中盤から奥に預ければこの広がりになりますけどね、はい、今のようなミスしてるとこれもレッツでしょう。長いここもハードマークでありますが早川に来ます。もともとはレッツにいた早川です。そして山田から右サイドもう一回長いボールが来ました。長いから上げていきますが、今のね、はい、ニアポスト狙いなんですけど、ここにワシントンに走り込んでほしいんですよね、はい、そういうプレーができ始めると、もっともっとあのゴールできると思うんですね、レッツのチームとして、はい、長いです。長いも今シーズンもう11年目になりますね、はい、昨年が23試合4点もっともっと点を取らなければいけない選手なんですが、さあそして長いボール、ここはまた1本クボを狙っていきました。つぼいが来た。スピードは負けません。つぼいが出しました。そうですね、つぼいのスピードというのは本当に自分の背後に出たボール、ボールキャッチできますよね。ああさあしかしここはボールは横浜 FC になりますがチャンスになります。スローインです。奥から落としておきました。さあここから滝沢いきます。滝沢上げていきますがここはボールは戻って、さあそしてここからまたチャンスになります。またがいきました。さすが鈴木啓太強いですね。本当に安定してきましたね、さあポンテが行った。ここはファールはないですね、ちょっとファールなしですね、誘ったところもありますからね、チョン・ヨンでも強いですからね、さあそしてここは後ろ阿部からボールが山西です。ただこういうゲームはずっとボールを持つ時間は列ですけれども、早い時間の点取っておかないと厄介なことになりますのでね、さあそしてまあ、今のがこのホルガオジェック監督、その2年間95、96のラレッズです。98年から2003年まではカナダの代表監督を務めました、まあ、2004年からはそのフィーファー、まあ、技術委員長ということで、まあ、いろんなサッカーを見てきていた。そうですね、いろんな大会に顔を出して見ておられますよね、山田が行きが、ここもクリアボールになりました。奥です。奥とそして久保のカニが本当にやっぱり攻撃力を考えたら大きいんですよね。大きいですよね、こういう選手がいないと横浜市は守りに関してはある程度しっかりと守れる部分もあるんでしょうけど、次へ繋がらないですよね。去年が48試合で32失点という非常に失点の少ないこのチームでした。まあ、その原動力はもちろん菅野であり、そしてまた裏からこの横浜市に行っている早川と、まあ、この辺が非常に評価されました。あとは攻撃力という話だったんですが、さあ今度はレッズです。山田からクロスが入ってきますが、ここもカットします。そして和田がいます。和田も昨シーズン清水でプレーをしています。清水に3年いました。ですから新しい顔、この和田がそうですし、奥、久保、それから薮田もそうです。まあ、当然そのチームを変える J1 に昇格したわけですから、新藤さん、はい、絶対必要なことですから。そうなんですね、まあ、大きく変えていかないと、はい、J2 で、トップを取ったといっても、次につながることに、しなきゃいけないわけですね。そういった意味でレッツの方は阿部なんですよね、はい、新加入という意味はね。そうですね、レッツは、まあ、はい、オルガオジェク監督の意向がまだは分からないということで、抑えたんだと思います、はい、また時期が来たら大きな移籍というのはね、当然出てくると思いますけどね。そうですよね。阿部とそして小野伸二がいますが、とにかく阿部が入ったことでこのフリーまあ、去年この阿部はフリーキックを含めてですが、まあ、得点的には11点を取りました。一昨年が12点ですから、これ2年連続2桁取ったんですね、素晴らしいですよね。ポジション的には、ね、2桁2年というのは難しいんですけどね、はい、難しいですよ。ここは長いボールってきた。
サイド山田ですか、いいシュート打ちましたね、今シーズンは14シーズン目を迎えています。このシュート抑えの効いたいいシュートになりましたね、菅野も反応していますが、さあそして小田が蹴ったゴールまで上がる、さあチャンスがワシントンまで行かないか、さあそしてもう一回ポンテが行きます、今回矢蓋が出した、矢蓋から落としていきます、これが横浜 FC が勝ちに結びつけられるとすれば、今の攻撃をつなげることですけどね、カウンターということですね、矢蓋が来ました、矢蓋は昨シーズンは福岡でプレーをしています、矢蓋は99年横浜 FC ですから戻ってきたということですよね、さあ和田が入れます、0対0、時間は11分を回っていますが時計はまだ入っていません、そういった中で11分過ぎていますが新藤さん、印象としてはいかがですか、一つ安心したのは中盤でのプレッシングというところ、昨年のレッズというのはついそこが甘くなるところがあったんですけど、今日のゲームに関しては結構あの前からのプレッシングということを意識しているので、安心したんですけどね、さあそれでは、まあ、11分過ぎていますが今のこのホルガーオジェックの表情等も含めてなんですが、まあ、リポートをしてもらおうと思います、先ほどのリポーターですがリアド・ジェランですが、まずは現在のピッチ情報なんですが、3時半の段階で気温は 15.9 度、湿度は 55% でした、そしてオジェク監督なんですが今ベンチの近くで腕を組んで落ち着いた表情をしています、ここはすごいんですが、さあそしてボールを取ってここからポンテから簡単にさばいてワシントンだったんですが、まあ、この辺は受け取りますという横浜 FC の守備になります。あと小野伸二が、今日はディフェンスのミッドフィールダーのところ入ってますけれども、うまくあのボールの出どころのところに早い寄せをしているなと、そう見えますね、ジェランさんまだありますか、なんか、オジェク監督の今日の試合についてのコメントなんですけれども、初戦で今季 J1 昇格チームと戦うのは難しい、彼らにも失うものはない、いわゆるアウトサイダー的な存在である、しかし今週の練習でいいバランスが取れいい方向に向かっているとコメントしていました、確かにバランスの意味で、今日のゲーム見ているとここまでの、試合とは違いますね、確かに相手横浜 FC は知らんものはないですね、ないですよ、これは横浜 FC の選手も言ってるところなんですが、ないし楽しんでできるくらいじゃないですかね、そうでしょうね、ある意味ね、それとやっぱり J1 昇格チームにはこの開幕節とその後に横浜ダービーですよね、はい、この2戦をどう戦ったのか気持ちのモチベーションというのは高いですよね、チャンピオンチームそしてダービーと続くわけですから、まあ、ここは非常にいい形を作っておきたいという横浜 FC ですから、簡単にはいかないよというのはやっぱりレッズが見せなきゃいけないわけですね、はい、もう僕は今日はレッズに関しては2点を取ることによってもう試合は決まるんですけれども、そこまでの道のりをどういう形で進めていくか、そして どれくらいの時間がかかるかですね、確かによく言われますが、今守っていますからこれがうまくいっていますが、この緊張感は横浜 FC でいいんでしょうか、1点も失ったところでバランスが崩れがちですよ ね、でも今日は、2点を失うまでは、そのままの形を続けてきますから、簡単レッズにとっても簡単じゃないですよね、だから2点というのをある意味、マストにしていかなきゃいけないかなと思います、浦和レッズは昨シーズンが67点を取りましたが失点は28しかありませんでした、まあ、そういった意味では J1 の最も失点の少ないチーム、 J2 の最も少ない失点のチームという、まあ、そういった戦いなんですよ ね、 そうですね、ですけど両チームともに、スタイルを少し変えようとしているチームという見方もできますよね、さあここはサイドを変えますが山田が出ます、山田が行きました、永井が目の前にいますがワシントンも中に入りました、ワシントン永井という感じだったんですが壁があります、ワシントン26点は昨年の得点王です、そしてベストイレブンにも選ばれています、まあ、2005年は東京ベルディで22点を取りました、そして昨年この浦和レッズで26点です、計算でくるフォワードがいるわけですがこれ楽ですよね、そうですね、本当に16試合16ゴールでしたか、去年ですか、去年26試合の26試合、もうそれはあまりにも、すごい数字で、ですからゲーム一つで1点取るわけですか、中入れたチャンスだ、おっとここはここはねやっぱり山口の気の利いたプレーというのは今のところにありますよね、そう、新藤さんおっしゃる気の利いたプレー、気の利いたプレー、これ出るんですよね、これはもうベテランの味ですよね、
横浜フリューレスが6年、名古屋4年、そして新潟3年という、まあ、2005年途中からこの横浜 FC に、まあ、移籍をしているわけなんですが、まあ、ピッチの中の監督というふうに高木監督からも言われています。阿部は落ち着いて後ろでオーガナイズ、はい、つまり組織を整えることをやってますよ、という今日は役目になってしまっているわけです、はい、いいんじゃないですかね、と同時にあの、うん、ブリスカットを見ていても、はい、こちらのガンバ戦ともそうだったんですが、闘莉王が前に行きます、はい、だから当然この阿部が後ろに下がるという、そうですね、この今の位置は結構あるんですよね、あの試合の中では、局面によってあるんですけど、今日は初めからですからね、はい、見てましたけど、あのうまくやってますよ、さあここはまたボールをカットしても早川持ってきますが、早川です、同じ2番の坪井が防いでいますが、早川も2001年2002年がこのレッズでプレーをしています。2003年から横浜 FC ですから5年目を迎えます。さあそしてここからネネからボールを出す、相馬がいいですね、相馬が上げる低いボールはここはカットされますが、32番オブランがいました、オブランも37歳でプレーヤー、はい、平均年齢が横浜 FC はこのスタメンが 29.64 歳ですねやっぱりかなりいってますよね、試写購入で30ですね、はい、平均が30ということはかなりの、はい、上があるということですね、さあコンテ、これが3本目コーナーキック低いボール入った、ここも久保ですね、ですからこの状況の中では今矢蓋が前にいるだけで久保ももう守り入っちゃうわけですもんね、そうですね、その久保が今前線に来ました、そして山口がカットする、さあここでプレッシャーをかけたのは阿部ですがファウルになりました、いやプレッシャーの意識がすごくあるというのはね、はい、ご覧いただいてお分かりいただけると思うんですよね、はい、これはオチェクのある意味考え方、だいぶ出てると思うんですけどね、とにかくあの93年から J リーグがスタートして93、94とおられずも、まあ、下位に低迷状態が続いたんですが、まあ、95年にこのレッズを率いて、まあ、見事第3位という非常に評価を上げましたこれがオジェク監督です。さあここから中に入る、これはちょっと危険ですね、危険なんですけど、はい、阿部のポジショニングがいいですからね、簡単にはいかないですよね、横浜FCも市原、いわゆる千葉、まあ、この市原ユースの出身、そしてこのジェフ千葉で9年プレーをしました、まあ、10年目にして、まあ、チームを変えたという、あのやっぱり環境を変えたいという気持ちは本当にこう持っていたというわけだったんですね、さあそして低いボール、ここはワシントン、オウと遠目から見てきました、まあ、シュートが今横山市ないですからね、ですけどね、今のようなところを辛抱強くもう一回つないでいくというのができるかどうかっていうのは、次につながるんですけどね、小田智義も去年は44試合出ています、桐蔭学園神奈川出身です、飛騨スクラムでプレー、湘南でももちろんプレーですが、2002年からこの横浜 FC です。さあここは相馬が行きました、まあ、相馬も昨シーズンはとにかくアレックスがいました、まあ、そのレッドブルザッツブルクに移籍をしていますが、アレックスのやっぱりどうしても影という感じだったんですよね、はい、今年はそういった意味で大きなチャンスですよね、そうですね、ただまあその怪我をしているときは小野伸二が左サイドをずっとこうやっていたという大城監督です。58歳です、48年の8月の31日生まれになります。うまく久保に入るボールを抑えてますよね、はい、今のところね、久保が仕事できないですか、ね、できないですね、鈴木啓太です、啓太とそして小野伸二のダブルボランチになります。コンテからあっとここが勝ってますか、今のなんかアミックを通してほしいんですが、でも、あの狙いとしては悪くないですしね、はい、意図を感じます。ヤブタ、こちらが小野伸二です。98年にプロレッズ入団です。まあ、フェイエノートでも2001年から2005年まで活躍をしました。そしてレッズに戻ってきました、まあ、98年の新人を取っている選手です、小野伸二。怪我等がなければベストであればもちろんこのチームの柱ということなんですが、あのフォルガオジェク監督の就任時にはやはり小野を引き返らせるんだということを言ってましたからね、そうですね、我々もそういう輝きのあるプレーを見たいですから、今あの今日のプレー、はい、非常にフォードチームでボールの出所への早い寄せ、そういうところやってますから、はい、そういうところからまた輝いてくると思いますね、前半20分が経験しています。0対0、まだ点の方は入っていません両チーム。
浦和レッズ、そして横浜 FC の開幕戦ということになっていますが、ネネからボールが出ますが、ここはワシントンには繋がりません。ネネです。2004年の途中からレッズでプレーです。4シーズン目に入っています。阿部、ここは繋がらないか。そして山口から、滝沢、もう一回山口、左和田も上がっていきますが、おっと狙った、山口狙いましたね。いいシュート打ちましたね。群馬出身は前橋育英高校、東海大学、そして横浜フリューゲルスからのこの J リーグのスタートです。ただ昨年もベテラン37歳、もう今年も38歳なんですが、去年ももう46試合出てますからね。そうですよね。ですよね。キャプテンマークをつけます。まあ、横浜 FC にとっての山口というのはね、存在大きかったですよ。そうですね。まあ、彼がいないと、はい、ああいう結果を導き出すことはできなかったと見てますけどね。そして今高木監督が映りましたが、その隣にいたのが滝田裕樹ゴールキーパーコーチ。やはりレッズでね、今土田コーチがゴールキーパーコーチになりますが、はい、お互いにやっぱり競った2人でしたからね。そうなんですよね。はい。今でいう山口と鈴木ですよね。もう長いんですよ。僕は選手時代からずっとあの2人で、繰り広げてきたわけですからね。そうですね。新藤選手が出るんですよね。はい、ここも阿部です。まあ、武田君、僕が横浜 FC 監督時代もコーチとして、ね、一生懸命やってくれましたからね。高木監督とは同年代です。さあ、そしてここは滝沢がボールを蹴りますが、こういうセットプレーはほんと注意しないとね。注意した方がいいと思いますよ。意外とポーンと入っちゃいますね。こういう時間が一番注意すべき時間だと思います。22分です。ゴール前、これここは相馬出します。今横山氏一人倒れていますが立ち上がります。さあ、そしてもう一回矢部田がいます。矢部田からボールを取っていきますが、滝沢グラン高校から名古屋で7年です。そして神戸、千葉でもプレーしています。ほっと、ここは阿部です。という最後の取りで阿部が出てきますね。カバーしてるんですよね。はい、ラインを決してずるずる下げるわけでもなく、そういった意味ではいい選手ですよね。はい、山田、そして右サイド、今鈴木啓太が上っていきますが、山田、ポンテからワシントンに預けようというところですが、おっと、矢蓋、坪井が来ますか。矢蓋左へ持っていきますが、滝沢、ボールが出ていますが、どっちだ、浦和レッズのスローインです。はい、まあ、余裕を与えてないのでね、今のところ、はい、ただワシントンを抑えているセンターバック2枚も、はい、横浜 FC の方、これいい狙いでやってますからね。高木監督もあのゼロックススーパーカップでね、はい、当然そのスタジアムから見ていて、うん、ある程度分析はできたという話をしていたわけで ね、 ですからあの時はワシントンが仕事できなかったんですよね。はい、ガンバ戦はね。ですからどこのチームもおそらく今シーズンやっぱりワシントンを抑えればというのは当然出てくるんですね。抑える術をまだ身につけてくると思うんですね。ですけどレッズに関して言うと、今シーズンはもっとチームとして組織としてワシントンをうまく使うという、はい、だからワシントンに頼らない形作りはね、うん、必要だと思います。そうですね。はい、元セレソンです。セレソンでは10試合3点を取っている選手です。ワシントン、小野伸二、相馬が上がっていきます。小野からポンテ、まだも小野から今度相馬に行きました。ポンテが前に出ます。そのポンテにボールを預けます。そして今永井も入りました。永井とワシントンエリアの中ですが、これもファールなしですね。しっかり取っていきますか。いや、ですからこれ今24分から守ると25分なんですが、はい、レッズのサポーターも早い段階でレッズが点を取って、そしていろんなコースを描いているはずなんですが、なかなか横山氏やるなという雰囲気あるんですか。まあ、ここまでは、ね、関係はもう全然違うんですけれども、はい、それでもレッズの方が早くフィニッシュに結びつけないと、ね、サッカーでいう悪い状況が訪れますよね。はい、ポンテが出る、ポンテが横に出す、シュートは最後はこれ横浜 FC の選手ですよね。そうですね、最後は、いや
まあどんな形でも1点が入りました。そうですよ、はい、ね、ポンテ の、 ランニングする場所とね、それから次の気の利いたプレー、これ、山口の気の利いたプレーっていう話をしましたけど、僕は今日の立ち上がりからポンテのポジショニングのうまさ、ゲームを読む力すごいなと思って見てます。ここは早川は行って、ですかね、もう一回見ましょうか。ですから、まあ、記録的にオンゴールということになっちゃいますね。なりますね、和田、最後は早川ですね。そうです、和田ですね、最後は、この2人で点が入ったということになりました。で、重要ですよ、はい、こういうゴールは、だからやっぱり形ができているから向こうが慌てるわけで。そうですね、はい、上野さん、尾関監督、たった今のゴールで落ち着いた表情で、まあ、笑顔は見せなかったものか、ガッツポーズを静かに見せていました。これ静かに見せるでしょう ね、 でしょうね、あの喜び遺産でという感じではないでしょう。いやでもね、こういうゲームの、1点目というのは、ガッツポーズをしてもいいぐらいの価値のあるゴールなんですよ。なるほど。そうでないと長引くと本当に、どうなるかわからないというのが、こういうゲームです。まあ、本当にこっちから関係ではもちろん J1 リーグのチャンピオンですから負けるはずがないという、おそらく誰しもそう思って見てるはずなんですが、まあ、しかしなかなか点になりませんでした。まあ、そういった中で横浜市の、まあ、オウンゴールで1点が入ったわけですが、まあ、確かに先制点が欲しいわけで、ゲームの流れが変わってくるわけですから、まあ、新藤さんおっしゃるようにやっぱりこの1点の結びは大きいわけですね。はい、で今日に関しては、2点までが必要だというのが、こういう横浜市のようなスタイルを持ったチームと対戦する時の結束だと思います。そしてオムラが行って接触したのはワシントンですが、ちょっと立ち上がれません。まあ、オムラも180センチ、まあ、長くやっていますが、マリノス9年、仙台2年、まあ、そして広島3年、まあ、非常に強靭ですからね、タフな選手ですね。181センチあります。早川が183センチあります。まあ、これがやはりこうワシントン対策という意味では、まあ、身長を生かせる選手になります。はい、そのワシントン今立ち上がれませんが、大丈夫ですかね。ちょっと痛そうですね、この表情はね。もうそろそろベンチも一応、選手準備すると思うんですけどね。今日は控えが鈴木がキーパーですが、ディフェンダーが堤、内館、堀之内、ミドフィーダーが酒井、平川で、フォワードは岡野という、まあ、こういった形になっていますが、ただまあ時間的にはまだこれ27分ですから、はい、もう一旦担架で外へ運び出されるということになってしまいますが、まあ何でもなければいいんですが、ちょっと心配ですね。ですよね。これだけ長い時間、はい、ああいう顔を押さえているというのはちょっと心配ですよ。まあ、フォワードで言えば田中達也もまだこれ完璧ではないんで、ですから多少このシーズン入る前にその怪我人というのもちょっと心配をされたレッズなんですが、あのトゥーリーあたりも左太もも2月25日に痛めて、これも心配されましたが大丈夫でした。ただそうじゃなくて体調不良という格好になっちゃいましたので、はい、相馬は戻ってきました。あと長谷部がやはり出ることはできません。長谷部もランニングはしてはいるんですが、やっぱりトップスピードは持っていけないという状況。ちょっと時間はかかっていますが、今列が10人、まあ、この辺はちょっとこう1点リードしていますから慎重にいきたいですね。もうここはもう時間を使いながら、ワシントンの様子を見て、ベンチとも連携をしながらですからね。尾関監督もベンチの前に出て仁王立ちになっています。ちょっと心配です、ワシントン。さあ、そして横浜市、ここボールが出てきますが、横浜市も久保がいるのかいないのかという状況をずっと聞いてますね。もう完全にあの久保へのホットラインは、分断されてますのでね。多く久保ですよね。はい、それとネネ、のネネと坪井のハードマークに、後ろカバーが、あれですか、阿部ですから、簡単じゃないですよね。はい、まあ、この横浜市ももちろんキャンプを続けて、まずシドニーで、まあ、キャンプがありました。まあ、その後にその大津で、熊本ですがキャンプがありました。なかなかこう練習試合の中でも久保は点はなかったんですが、2月の27日に点を取っています。これがございました。まあ、一つのきっかけになったという話をしていました。今ワシントンが戻ってきました。よかったですね。さあ、これで11人です。ダーレツ坪井から手を挙げているのはネネですが、逆サイド坪井から一旦下げて阿部です。今日はトゥーリューではありません。阿部が入っています。そしてネネ、ネネからポンテ、相馬左サイド、ボールはスルーしますが、もう一回ポンテ、右の山田が入っていますが、この進路から山田を狙うか、狙っていきます。いい展開ですよ。当然のように狙っています。山田から
ここも逆に振ってそう守っています。トランプをするエリアの中、そして一旦落としてポンテ、ポンテからもう一回入っていくが長い、2は通らないがもう一回ポンテ、鈴木啓太、そして山田、ねね、つぼいが回り込んでいきました。面白いぞポンテ、そしてつぼい、山口、矢蓋、さあここが簡単なんですが、矢蓋、今久保が手を挙げる、その久保を狙っていくが、ここは阿部です。落ち着いてますよね。あの 今の展開しかもないんでね、ただ阿部が本当にうまく抑えてますよ、と同時に矢蓋のあのクロスもやっぱり一山超えなきゃいけないですね。山口、ポンテがいった、山口、ワシントン、ポンテ、早川、早川からインサイド持っていきますが、小野がいます。小野智義、チョン・ヨンネ、小野智義、チョン・ヨンネ、小野智義は僕が桐蔭高校まで行って、トリット選手です。なるほど、いい選手してるけどね、ですからやっぱりもう長いんですよね。長いですね、久保を狙いますが、ここまで阿部がいます。そして山田、ここは和田がプレッシャーをかけますが、山田、和田がいています。4番ボールを持っている山田、ボールが出て、あっとスローインは横浜FCです。さっきのはベルマール時代の話ですけどね、僕がコーチやってた時です、平塚ですから98、99年というこの小野、その後はもう2000年からは湘南という格好になります。こちらが和田です。4番、さあ1点を取ったんですけれども、そろそろあのカウンターの回数も、横浜FC増やしてきましたのでね、早く2点目欲しいですね。前半の間に取っておくと、非常にあのことはスムーズに進むんですけど、楽でしょう、これまでのレッズはどうしても1点取った後がなかなか入れないというふうに言われたんですが、ただ昨シーズンあたりやっぱり追加点が非常にこううまく効果的な追加点が、ありましたからね。鈴木啓太、すごい、ここは滝沢がいます。一旦下げた早川、ワシントンがプレッシャーをかけました。ワシントンとそして早川が今接触になりますが、かなり激しいプレーになりました。しかし今のように前線から、チェイスをするというのはこれ重要なことでしたね、ワシントンがそういうことをチームに必要なことをしてやれるようになると、もっともっと守備が楽になるんですよね、早川29歳は静岡清潮の出身です。清水潮流というのは小野の先輩ですよね、その小野はやはり平川とは清水商業の同期になります。その小野伸二、小野伸二も今シーズンは8番に戻っていますからね、今シーズンにまた彼らしい、ある意味華やかなプレー、そして今日のような非常にフォワードチームの、ボールに寄せの速さ、そういうこともやってるんでね、いいんじゃないですかね、1対0です。オウンゴールで1点を先行しています。25分というところです。浦和レッズです。今手元の計は今34分になろうとしています。昨年のチャンピオン、もちろんこの J リーグチャンピオンですから、それぞれのこのサッカーファンの目が浦和レッズに、注がれるわけで、やっぱりこの開幕節に関してもかなり注目がされるわけですよね。今日はもうどの会場よりも注目が高いですよね、久保がいった、この辺は怖いところですね、ボールコントロールからシュートまで行く、彼のこれ形ですね。そうなんです。だから今のようにかぶってしまうという表現しますけどね、ディフェンダー、これは絶対やっちゃいけないですよ、久保を前にして腰痛を持っていて、したがってワールドカップには選ばれることはなかったんですが、今日本のフォワード、日本人の中ではやはりトップレベルとよく言われるわけで、ここ一番やっぱり手を取る選手ですからね。そうですね、いろいろな怪我の問題もあるんでしょうけれども、しかし今一番ヨーロッパに通用するような、タイプとして久保の名前はどうしても出てきますね。そうですよね。シュートは、らしいプレー見せましたね。いい感じですけどね、今のもう少しコースが向かって左上隅のところまで行けば落ちるボールだと思うんですけどね。
キーパー杉野の手に当たりました。したがってコーナーキックになります。さあここはポンテです。さあポンテに蹴ります。いいボール入ってくると思うんですけどね、はい、低いボールに来ました。阿部ですね、狙いましたね、はい。まあ、昨年までこのコーナーキックといいましょうか、カナダの2人言ってましたよね、アレックス・ポンテ、あるいは小野伸二、まあ、今シーズンは1人だけというポンテが今蹴りました。阿部のシュートです。阿部も177センチですが身長以上の高さを持っています。おお、強い、はい、その阿部です。さあここからまたポンテが行きました。ワシントンも待っている。そのワシントン足元どうだ、トラップをする、強いんですよ。物を持っていくのか、炊き出さないかですね。よく大村も辛抱しましたね、はい、今のが彼の型ですよね、うん、もう入ってしまうともうディフェンダーが飛び込めないと、はい、そのワシントンです。31歳で189センチあります。得点王なんてのはやっぱり取ろうと思って取れるわけではないですからね、まあ、レッツから得点王はあの福田さん、そしてエメルソン、そして、まあ、このワシントンということになりますが、去年は26点を取っています。山口1点失った後オンゴールですが、横浜市は変わったところあるんですか。そうですね、少しあの前線へのサポートが早くはなっているんですけれども、はい、形自体は作れてないですよね。矢部手が行きます。ということはレッツから言えばそんなにまだ怖さは感じない、集中さえしておけば、はい、そんなにやられる形は出ないと思います、ただ先ほどあの久保がコントロールしてシュートまで行ったようなシーンで、はい、それを許してしまうとちょっと怖いですけどね、だから横山氏はやっぱり14番と9番が映らないことには点にならないですよね、どうしてもね、はい、攻撃になった時の14と9の絡み、その間に他のプレイヤーがオーバーラップを仕掛けるというのが出ないと難しいでしょうね、岩田からそして横浜マリノス、今シーズンクラブの横浜 FC です。奥中に入る、久保が落としてくる、くさびになりましたが山口は取れない。さあここをカットした、ここからチャンスになります。さあ左ポンテもいますからね、長井から、長井から、いいですね、山田が持ってシュートを打つ、あでも守備もしっかり戻ってきました、和田が防いでいます。和田と滝沢が戻ってきました。ボールを置いています。さあここからまた前線につながろうという横山氏ですが、小野伸二が持つ、山口が蹴り出しました。そして久保が待っています。久保も坪井、久保が取りました。ここは強いですよ、はい、そして滝沢上がっていきます。坪井も強い、いや今のマッチアップはね見事になりましたね、J リーグ12シーズン目を迎えている久保です。去年が29試合5点を取りました。去年は横浜でのプレーです。長いオフサイドですか、わずかでしょうけどね、はい、長いです。でもワシントンが真ん中にいますけど、うん、ワシントンが動きさえすればスペースができる、はい、そこへ、2列目から入ってくる、はい、これはもう今シーズンのレッツにはもう欠かせない攻撃でしょうね、レッツのシュートは今5本打っていますが、枠の中が3本です。一方の横山氏は3本打っていますが、いずれも枠を捉えてはいません。ですからレッツからそんなにプレッシャーはないというここまでの、まあ、横山 FC の攻めになりますが、時間は今39分を過ぎています。ねえねえ、1対0レッツの1点リードはオンゴールです。長いです。この辺でどうしてもいい攻撃の形見せておいた方がいいですね、これは後半に入るときに鋭さを見せておくのと、はい、そうでないのは全然違いますからね、小野伸二縦に1本出した、相馬行きますがここもクリアになります。わーっという歓声は上がったこの埼玉スタジアムなんですが、あおっと今度は奥が行きます。奥右へ出す、さあここからチャンスか、久保が行っていますが、その前にファールがありますがイエローカード、
小野伸二ですか。そうですね、パスを出すところへ足が出てしまったんですよね、はい、奥に対してのファールがイエローカードになりました。先ほどは久保が片鱗を見せて、はい、今奥がちょっと、片鱗を見せましたのでね、これちょっと怖いんですよね、でその後のフリーキックなんで、はい、要注意ですよ。さあここは確かにベルコンセントレーションが必要になりますが、滝沢左足、さあそしていいボールが入るが山井です。キーパーから言ってもちょっと嫌なボールですよね。さあ奥、ここは取ったのは相馬です。ちょっと山口の足が痛そうなんですよね、相馬から長いボールはワシントン、いい感じですよ。そしてあっと山田届かない、その後ろポンテ、そして小野伸二が入っていく、ポンテ持った、ポンテがどうする、ポンテからワシントン、さあチャンスだった、ワシントン持つ、あっと小野智吉、ここはね小野智吉よく、粘りましたね、そして奥です。これちょっとまたカウンター注意になりますが、滝沢レフティです、左足、さあそして矢蓋が左サイドに上がっていきますが、山口、和田から久保前を取る、久保まだ粘る、久保どうする、一旦預けた矢蓋、長井が詰めていく、久保も懐は深いですから ね、簡単には失わないですよ、はい、元代表です。ワールドカップは最も悔しい思いをしたのはこの久保でした。腰というのはなかなか治りにくいんですよね、そうですね、一回やっちゃうとね、はい、やっぱりサッカー選手にとっての腰と膝というのはね、はい、やっぱり大変だと思います、さあ滝沢ボールを蹴ります。前半42分です。横山シーボーコーナーキック、キーパーの山口、低いボール入る、ここはクリアボールがありました。ワシントンのクリアです。遠い位置から打っていくが、ここはもう完全に外れています。これはね、僕はあの今日のゲームの最初にも言ったんですけれども、はい、レッツが一番嫌な、状況の時に簡単に打ってしまうのはどうかなと思うんですよね、もう少しチャンスを広げておいてというのは大事なことなんですけどね、小野智義としてみればフリーだから打つ、だから逆にフリーになっているからもうちょっとこう周りを見てほしい、そうなんですよ、これがある意味ノーチャンスなんですね、そういう形というのは、あそこからなかなか入らないですよね、はい、そうですよ、手元時計は43分になります。あと残りもう2分になりました。和田からボールが出て、そして奥が行きます。奥のトラップはずれてしまいました。兵庫出身の神戸弘陵から岩田、6年いました。マリノスは5年です。まあ、昨年はマリノスでは怪我のために、まあ、ゲームの数は15試合しかありませんでした。98、2003、2004のベストイレブンの奥です。ネネ、山田が右サイド、フリーでゆっくり上がっていきます。まあ、そう無理はしないと思うんですけれども、もうワンチャンスレッツありますからね、長いあとオフサイドかフラッグです。それをものにしておくかどうかというのは、後半に向けて大事ですよ。まあ、確かに時間的には無理をすることはないという、もう44分になろうという時間ですから、ですけどワシントンが外出たり、倒れていた時間があるので、まあ、3分ぐらいはあるかもしれないよね。矢蓋から右サイドで落としていきますが、久保がいました。久保ボールを持っています。久保から今、狙った入りました、スーパーゴール入りましたね。やばい、シュートですよ。しょうがないですよね。なんという久保のゴール。このキック。やっぱり最後シュートを打つ瞬間には、うまく外してますからね。はい、いやしかしあの距離ですよね。これがサッカーの怖さでしてね。そうですね、いや手元時計はまもなく45分ですが、1例ぐらいで終わったなという1-0ではあったんですが、1-0でもまあまあいいかなという感じでしたけど、それが選手たちの間にも広がってましたよね。なるほど、ロスタイムは約2分と今表示されました。約2分と言いますが、これ逆に今高井監督の喜ぶ顔、なんか気持ち的には随分変わってきますね。そうですね、ハーフタイムの指示も変わってきますからね、だから非常に横浜市内容的には、ほとんど列なんですけど、
あのムードを変えますよね。そうなんですよ、そういうゴールでしたよ今ね、はい、それと横浜 FC ければ今追いついたことで言えることは、取られた得点はこれオンゴールですから、はい、攻め切られてはいないという、そうですね、意味もあるわけですね、はい、ちょっと埼玉スタジアム2002が静かになっていますが、ポンテ1対1の同点です。もう45分も過ぎています。ポンテこの辺を何とかしたい。ワシントンを狙う。ワシントン落とす。さあチャンスがどうだ。打てません。さすがに行きました、強いですし、はい、小野伸二もいいところ入ってきたんですけどね、今足をバタつかせますが、これは最後小野伸二が入ってきた時なんですね。この時ですね、早川ですよね、ジャンプした後ちょっと足を取れるかとなりました。まあ、こういうシーンを見ても、はい、横浜 FC の、少しペースといいますか、力関係ではなくて、はい、流れ的にこのままもう 1-1 でハーフタイムに行けばいいというような、そういう流れになってきてますよね、今高木監督ちょっと時計見ましたね、まあ、それとやっぱり早川から言えば、まあ、しばらくはウラレスと対戦ないわけで、やっぱりフルスですから、そうですね、気持ち入ってますよね。こちらはホルガンオチェク監督です。向こうはエングルスコーチ。1対1の同点、時間はもうなくなっています。ロスタに約2分、その2分が今近づいています。ヤブタ、もう1回ヤブタ、奥からヤブタ、ここが通りませんがファールですか。どうしてもね、いい起点になっているので、はい、安倍が自ら抑えに行ったんですけどね、だから確かに残りあと5分ぐらいのところからちょっとリズム的には1回目しになっちゃってるんです ね、はい、そうですね。ここもちょっと要注意になります。逆に、はい、これはもうしのいでおいて、ハーフタイムに行った方がいいですよ、はい、柔らかいボール入ってきますがこぼれている。ここも山口がボール入れました。久保には通りません。あ、そして今笛が鳴りました。浦和レッズ横浜 FC ですが、この開幕節、まあ、今日からこの2007シーズンがスタートを切ったんですが、まあ、しかし浦和レッズが1点を先行したオウンゴールだったんですが、久保のスーパーゴールで1点を返されました。浦和レッズ、そしてこの横浜 FC ですが1対1の同点です。いやー、レッズからいえば非常になんかこう悔しい思いをするような、まあ、そんな1失点という格好になってしまいましたが、まあ、でもあれだけのゴールを決められてはなんかしょうがないかなという気がしないでもありませんが、このゲームは解説が新藤克義さん、そして実況上野明ですが、新藤さん、はい、なんかすごいゴールでしたね。そうですね、今日のゲーム内容的にはもうレッズなんですけれども、あの一発はすごいですよ、ね、ところが片鱗を見せ始めましたねっていう話を2人で、久保とそれから奥で、ね、ですからそこは要注意だったと思いますね。でもあと残り5分ぐらいでしょう、しっかり守れば、ね、そうなんですね、ですけどもうこれは 1-0 で前半折り返せるという、うん、ある意味の油断だったと思うんですね。怖いですね。いや怖いですよ、だからそういう持ってるプレイヤーはこう随所に配置してありますからね、さあその辺のまあハイライトといったものをちょっと振り返りながらまあ追っていこうかなと思うんですが、まあ、確かにペース的には当然なんですが J リーグチャンピオンですから、力の差というのはこれはもうはっきりと立ち上がりから見えてましたね、ですけどゲームの流れに関してはずっと前半の間も話しましたけれども、これがサッカーの怖さで、2点目を取ってしまうとゲームが決まるという内容なわけですよ、そこに貪欲に行けるかどうかということが大事だったんですけれども、はい、徐々に横浜 FC を生き返らせてしまったなと、そういう気はしますね。山田のシュート、それから今山口のシュート、これが前半10分20分でした、はい、そして25分です。これがレッズの、まあ、得点ということになりますが、ワシントンの動きも一つ評価という形で、はい、できますね、ポストプレー、その後のポンテの動き、非常に良かったと思います。山田真嗣も逆行くんですよね、プレッシャーをかけます。で早川、和田がもつれてしまっては1失点という岡山市、レッツが1点を先行しました。ただこれ防ぎようないですか。いやこれ結局はね、審議は言ってるんですよね、とりあえずは言ってるんですけど、あそこで緩めたんですね、あの距離感ですね、ですからこれが本職のディフェンシブのミッドフィルダーじゃないところがちょっと出てしまったんですけれども、はい、そういう意味では久保のシュートも良かったですし、はい、それから山岸は周りをこう組織を、
気を使って、ちょっとポジションは甘かったですけどね。逆サイドフリーの選手がいましたから、なんかその辺に出るかなというような、なんかこうやっぱ予測もあるわけですよね。はい、そうするとやっぱり逆サイドもちょっと埋めておかなきゃいけないとか、さあそしてスタッツの方ですが、あっと結局シュート5本ずつだったんですね、でフリーキック、コーナーキックも3本ずつということで、なんかね、あまりにもすごい1点だったんで、ポジションとしては、列で進んだんですけどね、おそらく 60% 40% と言ってもいいけれども、ね、確実でしょうけどね、というこの開幕の浦和レッズがもちろんこの埼玉スタジアム2002で迎えるわけなんですが、まあ、これ前半終了しました。前半はともに1点です。1対1の同点でこれから後半になります。後半は右にエンドを取ります。そして薄いブルー、左エンドが横浜 FC です。後半のスタート横浜 FC のキックオフです。1対1からどういう展開を見せるか、この後半の45分間ですが、長いボールが1本出てきますか。さあ当然ですが新藤さん、ハーフタイムを挟んだんですが、このハーフタイムを迎える終わり方が横浜 FC のいい形で終わったということですから、そうです、ですから立ち上がりにどちらが神経を張り詰めてやらなきゃいけないかと言いますと、レッズの方になってくるんですね。あらゆる面で相手の攻撃の目を積みながら、どんどんアグレッシブにやっていかないと、こういうゲームはますます難しくなってきますよ。確かに天皇杯、よく言われますが、この熱い戦いの中で天皇杯まで、決勝まで行ってしまうと、もう年を越してしまうんだという、準備期間が、次のシーズンへの準備期間が非常に短くなるという、そうですね、言われるわけなんですが、まさにやっぱりそういう形にはなっているわけですね。しょうがないんですよね、これ、日本のカレンダーなんですけどね、4週間弱の休みというのは、これもどうしても必要なことですね。はい、だからそこを先に考えてますから、どうしても準備の時間は少なくなりそうですね。一方の横浜 FC は1月の24日から2月の宿までシドニーでキャンプを張りました。で2月の7日から17まで熊本大津でキャンプを張っています。この大津のキャンプでは、ロッソ熊本に2対1の勝ち、ソンサムソンには0対5の負け、ガンバ大阪2対2引き分け、サガン鳥栖には3対1の勝ちという格好できました。ただこの中では久保はゴールありませんでした。久保から言えば2月の27神奈川大学戦で、ようやく点を取るという、8戦目にしての1点だったんですが、逆にその1点がやっぱりこう久保自身の心を癒したのは確かなんです。間違いないでしょうね。一方のレッズはその練習試合ということを含めてもというのもブルーズカップがありました。そしてゼロックススーパーカップもありました。これは結局勝てずということで、しかしその後の1週間とあったわけですが、ここでしっかりアジャストしたということですから、そして迎えた今日の開幕戦です。さあここは早い時間帯でまた1点が欲しいんですが、山田持ってきました。そして中にボール入りました。ポンテがいます。さあチャンスか。ポンテ、小野伸二、大きく振りました。相馬がいます。少し展開が出てきましたからね。相馬が中に入っていく。クリアです。相馬の切れ味はいいので、今のようなペナルティーボックスでの仕事をどんどん増やしていきたいですね。相馬もそういった意味では今シーズンにかける気持ちはすごく入ってますからね。長い、ここも囲まれますが、長いのファウルになりました。もちろんこのハーフタイムで多少の休養時間はあったわけですから、また息を吹き返したこの横浜 FC の守備がやっぱり1人2人と1枚2枚と必ず行くわけですね。はい、行きますよ。それと早めに自陣にポジションを取ってというのが横浜 FC のやり方ですから、それを完全に崩しきるところまで早く見せておかないと乗ってきますよね。矢蓋がいます。矢蓋が行ってここは相馬が行きますが、ボールが出ます。立ち合いもありました。スローインは浦和レッズになります。この間に列一緒に今またこれは大丈夫でしょうかね。すごいですね。ちょっとこうバタッといった方だったんですが、今呼吸ができない状況ですね。本当ですね、はい、確かに。というとこれお腹あたりは、入ってますね。右の脇腹付近でしょうか。確かに使い気ができないんですよね、はい。
ただ今レッズから言って何が怖いといえばやっぱりこういった怪我人って本当に怖いですよね。間違いないですね。これがオジェク監督です。ディシピリンというのをとにかく、まあ、クシネスのように言うわけですが、それもやっぱり練習の厳しさというか、あのイブスキーあたりもそうですが、かなりこう練習時間を、まあ、費やしましたが、でもまあ日本的に言っても練習は嘘をつかないとよく言いますし、ああそうですよ、練習は基本ですから、はい、でオジェクさんの考え方というのは、はい、これはもうプロフェッショナルとしての当然の考え方ですから、はい、そこを当たり前の世界に、はい、することはますますあの、うん、世界へ向けてレッツが飛躍することになりますからね。そうでしょうね。まあ、とりあえずはアジアを制しようということではあるんですが、はい、サポートがあれば世界を見てほしいそうですよ、ですからね、はい、見つめてる場所はね、はい、やっぱりあの他のチームと同じであってはいけないと思うんですよ、まあ、奥が入ってました。奥小野伸二も今気持ち入ってましたね、はい、そして久保のキープ、中割り込んでいけない、うん、ファウルありません。いや小野としてもおそらくかなり反省というか、しまったと思うんですからね。そうですね、先ほどは、あの久保のシュートのシーンでは少しもうこれで、はい、相手を離してしまいましたからね。破手から落として山口、さあそして大きな展開を左サイド持っていきますが、滝沢にはボールは当たりません。ここはスイッケーでいきますが、さあそして永井です。永井チャンスか、ワシントンが入っていく、永井持っていく、ワシントンが待っている、ワシントンを狙うか、ちょっと長いかな、ポンテまだ行きます。そしてクリアボールになりました。高いバンドネレ、ハーフタイム中のコメントが入ってきました、はい、まずレッズサイドなんですけれども、オジェク監督、相手が守備的に戦ってきている中、先制点を取れたが一瞬の隙を突かれて同点にされてしまったと話しています。一瞬のやっぱり隙という表現ですね。いや一瞬の隙ですよ、あの45分間の中で、はい、あの一瞬だけだったと思うんですね、あと山口元博の、はい、ミドルシュートいいのありましたけど、あれは開けてたからあったシュートじゃないですかね、あれは前半20分だったんですね、それがサッカーの怖さ、はいはい、さあそして、横浜市の高木監督ですが、ジェラーさん、はい、対する横浜FCの高木監督なんですが、後半も前半と同様のリズムで特に立ち上がりに集中したいと話していました。ここは左から中に入ってボールは矢部と狙っていきますが、狙っていきましたね、はい、立ち上がり確かに大事ですよね、また久保が少し気をよくして動きが良くなってますからね。前半も中盤あたりまで全くボール来なかったわけですから、はい、ストライカーの自分のゴールというのは本当にいい薬になりますからね、そして今高木監督に移りましたが、高木監督は39歳です。67年の11月生まれ、91年から97年まで増田から広島というプレーをしました。そして98から99ベルティ川崎、2000年の札幌です。まあ、代表へ待ってた45試合で27分、やっぱりこう点を取る選手です、やっぱり怖い存在でしたもんね。そうですね、前はね、はい、ターゲットになれる、いいストライカーでしたね、はい、昨年の3月の5日、第2節からバスキーを取ったんですが、見事に J1 昇格を果たしています。物静かな感じですが、しっかり分析していきますので、さあここは長いボールになりました。後半7分が過ぎています。小野伸二、小野伸二、ロックアップからここはどこへ持っていく、右へ持っていきました。山田がいます。一旦落として坪井は大丈夫です。鈴木啓太、そして長井に当ててポンテ、いや失礼、ワシントンからポンテ、この辺の守備、そうですね、はい、まあ、あのまだ完璧にコンビネーションプレーが、出てないんでね、列の、はい、まだ横浜FCの方を抑えやすいかなという感じですね、そしてチョン・ヨンデから今左にボールを持っていきましたが、さあここはカットして、さあ長井です。ここはチャンスです。長いです。長いですね。長いからボールは浮いていますが、ワシントンキーパー菅野。あのワシントンあまりイライラしない方がいいと思いますよ、ね。そうなんですね。あのそういったイライラするタイプですから。はい。あの横浜FCはチームとしてこれだけアグレッシブにいかないと勝てないから、それをやってるわけで。それに対してあのイライラしたり、するのは不利になりますよ。
菅野も22歳、まだ5シーズン目になりますが、去年はあのフリーキック以外はエリア外からのゴールは許していないという、うん、やっぱり安定してるんですよ ね、 そうですね、まあ、出身は埼玉です。さあ長いボールはすごいです。すごいも良かったですね、はい、あの先ほどね、心配しましたけど、そうなんですよね。そのすごい今シーズンが6シーズン目に入っています。2002年の新人王です。あの時はフェアプレー個人賞を取りました。2003年のベストイレブンです。ボールは出ていますが、立ち上がりこれ9分からまもなく10分ですが、新藤さん、はい、どうでしょうね、ハーフタイム指示をもらった各選手ですが。そうですね、前半はもう圧倒的にレッズのペースだったんですけれども、はい、少しずつ横浜芳野選手がこの雰囲気に慣れてきたようなところがあって、いや時折見せる鋭さっていうのがあるんですね、はい、その時折見せる鋭さって本当怖いですよね。怖いですよ、久保が前半であまりしかもなかったところを取ってるわけですから ね、 ですね。いつも厳しくくれば準備はできるんですが、時折するとやっぱり準備はちょっとおろそかになりますから。長いです。長い手が逆サイド、相馬手を挙げて今ってボール来ないという顔をしました。この間に今小野伸二ですね。これ小野もやっぱり怪我が多い選手で、怪我さえなければね、はい、本当にスーパープレイヤーなんですが、やっぱりレッツの選手、怪我を多く持っている選手が一度に倒れ込むと、どうしても心配になってしまいますよね。ドキッとしますよ。小野伸二です。昨年が28試合は5点を取りました。小野伸二、もちろんこの優勝に大貢献です。坪井から阿部です。阿部からネネ、そして左の相馬、相馬にやっぱりプレッシャーをかけました。ネネに戻します。ワシントンが手を挙げました。低いボール、ワシントン、この辺の体の入れ方うまいんですが、厳しいんですよね。厳しいですね。早川と大村のもう完全にあのターゲットに、ね、ワシントンにもなってますね。山田、山田入っていく、山田、さあどうする、狙うか、山田、横に出した、シュート、王道、打てな、鈴木啓太、久保が取る、阿部、久保、阿部、久保、ここもすごい、はい、よく対応してますね。相馬、そしてネネ、小野伸二、ネネ、ちょっと今トラップミスがありました。そしてまたネネが足を抑えますが、左足、ちょっとこう倒れるケースが多くなってきます、それだけ横浜吉が激しくやってきてるんでね、でも今の奥のボールへの寄せなどは、うん、本当にいいプレスの感覚だと思うんですね、はい、奥は31歳です。まあ、おそらく今日のこのゲームに関してのやっぱりサポーターは、高井監督が三浦和義をいつ出すかというのもファンの皆さんも ね楽しみにしていると思うんですが、でも今列から行くとね、今そういうことを楽しんでいる状況じゃないですからね、で列から言えば、まあ、交代選手という意味ではフォワードは今岡野だけということになります。控えです。クロスはここも壁があります。取っちゃいますね。ワシントンが行きました。さあこれはチャンスになりますけどね、ワシントンから見え出す山田、そしてワシントン入っていく、長井も入っていく、さあどこへ持っていくか、ちょっと長井がキーパー菅野、ちょっと最後のところのね、精度ということを考えると、はい、横浜市楽にしてますね。今横山氏はちょっと嫌な形を作られそうなんですよね。そういう時にレッツの方が甘いプレーで、助けてるようなところがあります。小野伸二、それは確実に行こうという気持ちがそうさせてるんですけどね、相馬、相馬、
ヤブタの激しい絶対に負けないと言ってますからね、粘り強さありますね、はい、その相馬選手なんですが、完全にオフ日であった26日の日も休日返上して最終チェックに取り組んでいたようです、はい、まあ、もちろん怪我があってもやっぱりこうチェックをして、そして監督に認められ、そしてまたこのスタメンで起用されるという、まあ、その辺を目標に戦うわけで、練習をするわけで、あの平川あたりも今日はベンチなんですが、金出番待ってたんですね、そうですよ、まあ、今日も総力戦ですよ、はい、さあチャンスなのか、長いです、長いから入れる、ただこのこぼれ球取れないですね、今ねちょっとポジションが全部前行ってしまってるんで、あと来ればいいんですけどね、やっぱクロスが入る、久保がいる、ドンとシュートだ、ちょっとそろそろレッツの方が手堅くという確実にという思いが強くなりすぎて、一気にここ勝負どころという見極めが効かなくなってるんですよ、先ほどの人数の書き方を見てるとそうですよね、非常にナーバスになっているのは横浜FCよりレッツの選手たちですね、でも本来このサポーターという大観衆の中ですが、ナーバスになるのは横浜FCのはずなんですが、そうですね、観衆とかこの雰囲気でナーバスになっているというよりは勝たなければいけないというチャンピオンということですね、その思いからナーバスになってますよね、それとまだ考えたら勝ってないわけですからね、これまでの戦いの中でそれらが今重くのしかかり始めてますね、なるほど、だから考えたのですよ、はい、あのブルースカップで小野伸二が点を取りました、あの1点だけなんですよ、そうなんですよ、今日もオンゴールですからね、はい、だから一昨日の練習あたり見に行ってもあのほとんどシュート練習に時間を割くというこの裏レースだったんですが、あの失点も確かに多いんですが、それでやっぱり点が取れないというここですよね、今日、はい、先ほどからあの確実にやりすぎて、うまくいってないということを言いましたけれど、はい、サッカーというゲームは失敗することもあると思って、思い切りの良さを出していった方が綺麗につながったりするんですね、はい、それが今、レオラレッツに欲しいですね、はい、ここは勇気ですよ、勇気がいります今、ね、はい、すごいから家持っていってここでも一旦下がりますね、いつ前を向くのか、どこもプレスが行ったとかですね、そして前を取られますね、久保も今中に入ります、手を挙げました、久保待っているか、ここが狙いです、ねね、今度ね、わお、そのままここはファール取りません、ねね、ワシントンを狙う、その前です、山田、山田からポンテ、和田がプレスアップで勝てます、ポンテ、和田が勝てます、はい、気をつけなきゃいけないのはレッドすると、こういう状況の時は、はい、時間の経過がものすごく早いんですよね、なるほど、いいクロスだ、ワシントン、簡単には打たせてもらえません、今も30番のオムラが、あ、オムラが行きました、ぴったりでしたね、だから高木監督も当然ゲーム開始前のそのミーティングの中ではワシントン抑えのという指示は出してたはずで、それをしっかりと小村、早川が今忠実にやってるわけですね、やってますね、はい、まさに忠実という言葉がぴったりだと思いますね、ポンテ、これもダメですね、点で取られるっていうのは去年あたりはなかったですね、はい、まだコンビネーションはうまくいってないですよ、これ取りました。阿部から出てワシントン、さあこれチャンスなのか、わあっとワシントンはファールを取りますか、ファールです、さあここは直接もちろん狙える位置なんですが、ワシントン、そして小野伸二、山田、阿部あたりはどうなんですかね、フリーキックで点を取る、そうですね、距離的には十分にうまくいく距離ですけどね、見たいような気もしますね、
ジェフ千葉でもやはりこのセットプレーカウント点が非常に多かったんですが、まあ、ほとんどはこの阿部のフリーキックという、まあ、そういったシチュエーションでした。ただよっぽどコースをうまく、はい、あのスピードのあるボールでいかないとこの距離だとキーパーだいたい反応できますからね、はい、なるほど。山田が指示を出しますがキーパー菅野、さあ誰が来るか、山田ですか、それともワシントン行きます、うん、ちょっとノーチャンスになりました。そうですね、ちょっともったいないかなと、ある意味、はい、キーパーの菅野もう必死なんで、こういう時にはズドンと行った方が良かったと思いますけどね。というかワシントンはそういうタイプですけどね。まあそうですけど、ここにも先ほどの心理状態が出てるのかなと、何としても取りたいという、確実にというのが出てるような気がしますね。今からカーブをかけるのであれば、なんか阿部のキックの方がというイメージですよね、はい、少しずつ判断に狂いが出てきてるなという気がしますね。そして内田ですかね、今スタンバイ、はい、12番の滝沢が今下がっていきます。ここで交代です。横山らしいですが内田入ってきました。三重の出身は四日市中央工業の出身です。6シーズン目166センチで23歳のプロプレーヤーですが、いや小さい選手ですけどね、あの気は強いですから、どんどん勝負していきますよ。やっぱり10番ですもんね、そういうプレーしますからね、この人はね、まあ、ゴールに絡んだプレーをしていきますが、さあここは破った。さあそして相馬取りました。相馬から長いボール、ボールはちょっと持たないですね。小村奥、ダイナミックなプレーが消えかけているのが心配ですよね。なんか違うですね、まだね、はい、ただ時間は20分過ぎて21分になろうとしています。いや早いんですよ、ここからはレッツォ選手にとっての時間経過は、思っている以上に早いんでね、はい、で横山氏がもし引き分けでもいいやぐらいの気持ちがあったとしたら長いんですよね、これがね、でも今の内容を見てますと横山氏、いけるぞという気になってますよ、そうですか、ネネから縦に1本入って長い落として小野伸二、これも行きますね、ファウルなし。こういうところが山口の、はい、あの能力なんですね。38歳ですよ、はい、やっぱ経験というのはこういう大舞台では大事ですよね。大事ですね。それとサッカーって、はい、あの走り回るだけがあの大事なことではなくて、どこにどのタイミングで一番相手の目を塞ぐには何をすればいいか、それを分かっているプレイヤーとして山口いますよね、それがやっぱり昨シーズンの J2 でも最も少ない失点というところなんでしょうね。に結びついていると思いますね、はい、もちろんラインもいいんでしょうが、それ以上にやっぱりその前で目をつむという、小野伸二、さあここは回していますが、山田長井も今回り込んできますが、山田から上げた、ワシントンどうだ、菅野です。あれだけ激しいマークしててもやっぱり勝つんで、ね、勝つんですね、これはすごいですよね。これ山田いいキックでしたね、なんかオーナーとしてもなんか押したという感じはあったんですが、まあ、オムラの気迫でファウルなしになりました。確かに勝つんですが、簡単にやっぱり打たせてもらえないという、そういう粘り強さが、横浜FCのディフェンスラインにありますね。ねね、小野、久保、あっと、そして左サイドボールが出ます。さあ、ここからさあこれ勝負してきますよ、はい、助かりましたね、レッツ、でここでボールを勝ってます、はい、あれは勝負をするぐらいの気持ちを持った選手ですけどね、内田は、23歳の内田です。いや確かに横山 C は本来 J2 でできたプレーがあれできないな、やっぱり J1 だなということかなと思ったんですけど、そうでないような戦い方ですよね、まあ、これはレッツの方に問題がありますけど、はい、レッツの方にダイナミックなプレーが徐々に出なくなってきてますね、はい、あ、今
まあ、意図としてはどんなことですか。いや、ポンテが裏をすり抜けていたと思ったんですよ。あ、それでワシントンですよね、はい。そういうやっぱりこうなんていうか、ええ、お互いの呼吸というか、ええ、これもちょっとまだしっかりしっくりきていないですね。そうですね。フィットしているかどうかと言われれば、はい、まだその途中だなというのは感じます。コンテ長い、さあ長い、オフサイドありません。長いった、さあチャンスだぞ。長い持った、長いからどうする、小野伸二が前行く、さあ落としてコンテという今のはどうですか。いい、あの長いの、はい、あ、走り込みだったと思いますけれども、その最後フィニッシュへ思っていけばいいのになと思うんですけどね。もう一回ポンちゃん出そうとするわけですね。それが通用するのは、ペースを終始ペースを握って優位にいってる時ですよ。物が入れました、このところです。そして久保がいます。久保から落として薮田、薮田僕も今指示を出しますが、山口あります、打ってくるシュート、まあ、ここは山口の場所なんですよね。シュートなんですけどね、はい、いや助かりましたよ、浮いてしまいました、あのペナルティエリアに久保も入れているので、はい、こういう流れでいくといつ PK を取れるのも心配になってくるわけですよね。だから、はい、そういう今の流れで PK を相手に取られたら、うん、本当に逃げ切られますからね、なんとしても欲しいですね、はい、点が。いや、だから岡山市もやっぱり J1 昇格を決めて、そして今シーズンはあの練習場も東戸塚に、ね、しっかりできました、やっぱそういう環境が整ったというなんか雰囲気ありますよね。ありますよね、はい、まあ、練習をしにも思うような形ではできなかったということで岡山市なんですが、そうですね、長年そこは苦労しましたけど、はい、その長年の積み重ねが今あるのかもしれませんね、はい、そうですね、新藤さんも2001年の9月から、はい、ということで監督を務めているんですが、そうですね、はい、でも、はい、みんなで手作りをしながら、あ、やっとこのステージに来ているというね、これが今の横浜 FC でしょうね。そうですね。リトバルスキー、永井さん、永井義和さん、そして新藤さん、リトバルスキー、浜地さん、そして今の高井さんという、はい、まあ、これが監督というと思いますが、うん、そろそろこうレッズのサポーターも新藤さん今ちょっと我慢強くは見てるんですが、いやいや、あの、うん、何が心配かといって、はい、こういう展開だったらどんなことが待ち受けているか、これやってる選手も予想がつかないわけですね、はい、そうすると時間は経過する、で選手たちはイライラしてくる、引き分けでも最悪引き分けでもしょうがないというところが、はい、向こうにポロッと1点ということも考えられなくはないんですよね。逆に横浜 FC の方にその、まあ、同点でもいいや引き分けでもいいやという気持ちになったらまた逆にこう攻めやすくなることもあるわけですよね、はい、これだけの集中力を、はい、あの切らして今日は引き分けでもいいんじゃないかっていう雰囲気になると、うん、横浜 FC も良くはないと思います。中入れた、もう一歩届かないか、早川が防いでいます。そしてもう一回上げていきますが、おっと菅野は出していない、出ましたね、コーナーキックになります。ですから今攻めの形がうまくいかないんであればこういったセットプレーですよね、はい、大事ですよね、大事ですけど、はい、セットプレーというのは集中力ですからね、これはまあ横浜 FC も上回ってますよね、はい、飛び込む、あとです、ここにいないんですね。さあそしてもう一回作っていくか、相馬がいます、うん、ここまで戻しました、坪井です。上野さん、はい、今岡野選手が準備しています、はい、飛び越えてここは早川行きました、まあ、この流れを変えるのはやっぱ選手交代ということになりますかね、何か変化つけないといけないでしょうね、はい、阿部から相馬、相馬、相馬からクロス、いいボールが入る、あーっと、今勝負するメンタリティがレッツに欲しいですね、はい、だからいいんじゃないですかね、はい、本体まだ山田低いボールが行く、ただ跳ね返されますね、跳ね返しますね、まあ、これ昨年やってきたことなんでしょうけどね、相馬、ワシントン、どうだ、落とす、シュート、
ネデが打ったんですが、そうですね、いいシュートでしたけどね、ワシントンのあの強さはここで発揮されましたね。これでね、落としてネデの一発もいいパスなんですが、はい、菅野がっちりボール取りました、こぼしてくれればチャンスあったんですが、まあ、とにかくレッズも、まあ、オウンゴールの1点だけです。まあ、今シーズンのゲームの中では小野伸二があのレッドブルザルスブルクから1点を取りました。その1点だけです。今するのが岡野、スローインが横浜 FC です。コーナーサイド、ここボールが出ていきますが、この出足がね、はい、早川の方が早いんですよ。ですね、しかしここはカットして、さあチャンスだ、ね、インサイドボールが出る、ものにしたいですよ。これはコンテ長い曲がっていった、サードゲームできる長い、絶好のチャンスですね。もう一回追携打狙うか、ああ小野から追携打、右に山田、ケイトがまだ持つ、そして左で持ってきました、相馬いないですよね、はい、いや山田も行けばいいんですけど、どこかカウンターが怖いという意識が働いてましたね、みんなが今のは局面はいよいよ勝負どころなんですけど、みんなが同じように感じてくれなかったというところですね。30分が過ぎています。ワシントンとオフサイドです。おお、際どかったと思いますけどね。いやあ、あと残りもう新藤さん15分ですですよね。この形が後輩ってずっと続いてるわけですね。したがって岡の投入というのは確かに今スタンバイしているんですが、早めの投入が必要になるかもわかりません。横浜 FC はすでに滝沢に変えて内田が入っていますが、まだ尾関監督は選手は変えていません。久保、オフサイドなし。長い、これも取られるか。小野智義、小野智義からチョン読んで、そしてクロスが1本入る、奥落とした。さすがですね、坪井のね、今の読みは、はい、小野伸二、小野スルーパス1本、ゴール、長井いった、長井が横へ出す、どうだ、シュート、ワシントン、山田もいたんですけどね、形はできました、はい、今のはいいと思います、ところがもうワシントンにも焦りがあるんでね、ここでは余裕がもうないですよ。まあ、ある意味では、まあ、ワシントンが打ったからいいんじゃないですか、山田の方が確率が高かったかもね、ただあそこを譲るようではね、はい、あのストライカーじゃないですから、相馬です。鈴木啓太、鈴木啓太からもう一回相馬に出します。さあここからどう仕掛けるか、鈴木長い、相馬入れた、アイボール、打てない、まだ小野、鈴木、さあ奥振って坪井です。山田カットされますか、わーっとここは坪井がもう一回戻ります。ボールをつなぎ出すとなんか結構相手を触れるなという感じがするんですが、さあチャンスか、山田、山田エリア中入る、中入れた、おっと今のはワシントンに入れようと思ったんですけど、ブレましたよね。もうこの時間帯はポジションは完全に売られています。で前に出ることによって横浜 FC も少しあの下がり始めましたの で、 そうです、ね、これでカウンターの目とするとそう怖さなくなってきたかなと思うんですね。だけどもこれが続くと1-1引き分けの逃げ切りに、ね、なりますからね、横浜 FC とすると。相馬、
ただこれくらい下がり始めたんであればやっぱりレッズの今シーズンを占う意味では完全に切り裂いていかないといけないですよね。そうでしょうね。さあここはチャンス、セットプレーはコンテが来ました。コーナーキックです。左サイド長い上がる、そしてワシントンではコンテ蹴った、ゴール前だ。ニアポストに久保がいる意味というのは今のところなんですよね。ですよね。あそこ跳ね返せますから。この前半からずっとそうなんですね。セットプレーは守備で絡め久保になります。ワシントン、小野が近づいていきますが、さあどうする。この間に今ゴールマンがちょっとこう注意を受けていますか。かなりね激しいポジション取りがね、渡辺選手あるんでね。ポンテゴール前だ。さあどうだ、飛び込むシュート、こぼれているか。ワシントン今決めたかと思った、そういうタイミングだったんですが、またいいところにこぼれてくれはないですよね。これはもらったという感じあったんですがね。山内もいました。最後は菅野。一点勝負になっています。1対1と同点です。前半25分オンゴール、浦和レッズが1点を先行しましたが、まあ、終了間際になって久保のゴール1対1になっています。後半に入って手もありませんが、レッズがこの時間帯は攻めています。ボールを持っています。コンテ、相馬、相馬、相馬、ファーブは相馬です。あと残り10分切っています。35分が過ぎています。早いですよ。からこうやってね、どんどん時間、青カズ、三浦和義の出番があるかどうかですが、こういう展開だと難しいんですか。今はちょっと難しいでしょうね。キーパー小山、その他の控えの選手は横浜市はアンデルソン、アドリア、そして三浦和義、ジューマールシューバー、そしてナンバーという、こういった選手が入っています。オジェク監督もこの完敗という声を聞いて、このたくさんのサポーターに囲まれて、そして11年ぶり開幕を迎えるこの嬉しさ、まあ、非常にこう幸せだという話をしていたんですが、57,138人と観衆が入りました。57,138人です。いや本当に多くのファンが開幕から詰めかけてくれて、はい、そしていいゲームを見せようと思ったんですけれども、逆にいいゲームをしよう、確実にというところが、はい、今悪い流れになっているので、残りの時間は本当に思い切りね、相手ペナルティエリアに向けて、はい、勝負しかけてほしいですよね。矢部から、そして奥に行きました。奥です。奥もこの辺はよくボールを持てますが、おっと嫌な棒だったんです。つぼいがよく行きました。やっぱり持ってる人がね、2、3人いますよ。はい、コーナーキックになりますが、今日のゲーム一番の注意のいるシーンじゃないかと思いますけどね、いやだから横浜市も、まあ、守備は非常に整っている。したがって攻めのこの形を作ろうという久保、奥、やめた、まあ、この辺を補給したわけですから。そうですね。そして、力関係からいくと、こういうコーナーキックを取ったということは非常に大きな意味がありましてね。ここはでもレッズはもう絶対に知ってはいけません。でもサッカーというゲームの中では一番危ない時間であるし、はい、危ないコーナーキックだと思いますよ。奥のキックです。右サイドコーナーキックになりました。ここに蹴った、スキーボールが行った、ゴール前だ。ここがクリアになりました。ワシントンです。そしてここからもう一回奥に預けます。奥のクロスも非常にいいクロスです。あーっと後ろ取る、そして入れた。あーちょっとボールが動いてくれました。助かりましたね。ちょっと今ワシントンもヒヤッとするクロスですね。1回はしのぎましたからね。はい、石田の同点、38人が過ぎています。埼玉スタジアム2002、まあ、照明の中にも、まあ、非常にこう効果を発揮しています。まあ、上空も暗くなってまいりました。ワシントン、ワシントン、ワシントン、ガー長いと合わない。そうですね、あの踏ん張り方が昨年のいい時とはちょっとまだ違いますね。はい、
確かに生まれまた変わろうというまた去年以上に力をつけようというそのチームが、はい、ちょっと今海の苦しみというか、ありますね、形を作るための苦しみを、味わってるわけですね。ただこんなに、苦しんだゲームでも勝ち切ってしまえば、次はつながるんですけど、そうなんですよね、今日のゲームは、どうしても引き分けでは終わりたくないですね。3月3日 J リーグのスタート、これ7日からもう ACL なんですよね、はい、コンテ、コンテ行くチャンスだ、コンテ中行く、股が出す、さあチャンスはアルレツです、コンテ長い、鈴木啓太、ねね、相馬、鈴木啓太、ああ坪井も行き始めましたからね、山田から坪井、坪井もう一回山田、山田どうする、出ない、うわっとこれ危険ですね、久保がいますね、そうですよ、これ久保を出さなくてよかった、今のところ、内田はパスも出せますし、自分でもいけるんですけどね、ちょっと躊躇しましたね、久保に出たら怖いところですよ、いや今は久保に出たら本当一人で行きますよ、長い、細かくいく、跳ね返る、長い打てるか、長い出る出る出る、シュート、いやいや勝ち越し、これは長い、さすがですよ、後半の40分長いが決めました、ようやくこの期間にレッツが1点を勝ち越しましたが、この長いのプレー、見事ですよ、これは、そしてこのシュートもいいシュートになりました、相手が必死だからこそ、キック、股抜きと、それからシュートですよね、はい、こういうプレーが必要だったのを、本当にもの見事に長い出しましたね。まあレッズから言えばちょっとホッとする今瞬間ですが、ただまだ時間もありますんでね、もっともっとこれ以上集中していかなければいけません、集中だけですよ、あとはね、オジェック監督、まあどんな気持ちでしょうか、いや今日はもう、ファイナルホイッスルを聞くまではオジェックは安心はできないでしょう ね、とにかく、まあ、ファイナル、まあ、決勝のつもりで今日は戦うんだというオジェック監督、まさにそういうゲームになりました、非常に苦しいゲームなんですが、ようやく後半40分勝ち越しです、山田いきます、また回された久保、また久保だ、また狙ってくる、やっぱりあれ久保の形ですよね、そうなんですね、さあそしてコンテ、上野さん、はい、横浜 FC の17番十文字修吾選手が今準備をしています、はい、この1点の持つ意味ですが、はい、横浜 FC は今選手交代という話ですが、思い切り攻撃にこれで出てきますから、怖いですね、17番のヤンタに変えるんですね、ジュニアシューバー怖いです、はい、だからこそ今もう3点目を取れるような形になりますから、3点目取った方がいいですね、はい、山田、すごいねね、ねね、そしてクロスが入った、ここはちょっと長いガスゲン、まあ、ワシントンは本当にここでそういうイライラしたり、しない方がいいですね、そういうことに今やっぱ集中をする時間ですか、はい、このボールが出ませんので、したがってこの横山チームの選手交代はできませんが、今スタンバイはジューマウシバがいます、手元の時計が43分になろうとしています、まあロスタイムを含めてこれ5分弱でしょうね、あとねですね、はい、そして今ボールが出たところでヤプタに変えてシバが出てまいります、ジューマウシバ、ベルディでもプレーをしていた選手なんですが、22歳ですがここで入ってまいりました、まあ、これはもちろん点を取るためにそうです、はい、久保の後方から奥とジュームシューバー、2人で絡んでいくという、
もうとにかく同点に追いつくための、はい、手法ですからね。そうですね、まあ、練習試合ではサガン突然あの時は数も点を取ったんですが中盤取っていますがチャンスだ。ポンテ、さあそしてまたそのシーバーがあります。シーバージーマーのシーバーからクロスが一本ちょっと流れているが、おーっと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 、今ね内田が最後方からあそこのスペースが入ってたらやられてますよ、ええ、なんか今中途半端になります、ええ、それぞれが見送ってしまって、はい、最後高で良かったんですが44分が過ぎています。2対1です。レッツが1点を勝ち越しました。長いにゴールインです。先ほども選手が取った点というのはこれ本当に久しぶりですね、そうですね、いや、でも先ほどの長いのプレーは今一番必要なことをやってくれたと思いますよ、まあ、自力で点を取りました、まあ、でもこの苦しいゲームですが、まあ、まずやっぱりこう勝ち点3ということですよね、今日はもうそれでよしとすべきでしょうね、長いです。見事なゴールになりました。上野さんロスタイム3分です、はい、もう下がったらダメですよ、下がったら何か起こす力は横浜 FC の何人かにありますね、ね、はい、ロスタイム約3分です。確かに何人かでというサッカーってそれで点が入っちゃうわけですからね、はい、後のプレイヤーは横浜 FC は非常にフォワードチームに徹してますからね、これオムラも行きますよね、もうね行きます行きますか、はい、早川も行きましたね。もうこのセットプレー長いボールを蹴って、そしてまあその身長高さで攻めようというこの横浜 FC ですが、久保飛ぶ、うん、それも出ました。もう45分が過ぎています。6戦に入っています。約3分、2対1、レッズとしてはまあこのまま逃げ切りたいというゲームになっていますが、高木拓也監督、その横が滝田勇樹コーチです。絶対に阿部を中心とする3バック、はい、久保と柔軟シューバーフリーにさせてはいけないですよ。こぼれた、さあそして長井が行きます。ここはボールを出しています。助かりました。早川がボールを出しています。2対1です。さあそしてここはスローインです。ロングスロー、山田がボールを入れます。ワシントンが動きました。そのワシントン、長い長い長い、そして一旦落として山田、山田から長い、もう半分はキープも考えながらですけどね、ね、長いバットファーラーももうここで十分です。そしてチャンスが生まれます。まあ時間はなくなっていますが今47分が過ぎました。手元時計です。ロスタイム約3分、あと1分、まあ、時間を使いながら、そしてまたこのセットプレーで1点取ればもう勝ちが決定というシーンですか、行かない方がいいと思うんです、はい、中入れない方がいいんじゃないですかね、ボールを持つ、こういう形 で、ね、2対1です。非常に苦しいゲームです。打っていきます。そうですね、今鈴木啓太は変なパスで、相手のカウンターを許すよりは思い切ってフィニッシュに行っておいた方がいいという判断ですから、そういうところを統一していかないといけないですね。オジェ監督の新藤さん、考えたら岡野をスタンバイしていたんですか、変に動かして、というよりは、はい、そのままでちょっと我慢しましたね。我慢なんですよ、長いボール1本、ここはそのまま伸びて山西です。もう時間はありません。今48時が過ぎています。そして今笛が鳴った。いや苦しかったレッズ、いや苦しいゲームでしたね、しかしこの開幕は2対1という、まあ、1点差ではあったんですが、まあレッズこの海の苦しさといいましょうか、しかし結果は勝ちました。勝ち点3を取っています。放送席
それでは決勝ゴールの永井選手です。まず開幕白星スタートができた感想から伺いましょう。そうですね、まあ、ここ何年間か勝ってなかったみたいだったんで、とにかく今日は勝ちたいなと思ってやってたんで嬉しいです。相手が守ってくる中で諦めずに行きましたね最後は。そうですね、なんとか1点取れるように頑張ろうと思ってたんで、まあ、コンディションがなかなか整わないというような見方もあったと思うんですけれども、今日の試合に関してはどうだったんですか。いや、今日は全体的に良かったと思います。開幕に向けてのこのプレッシャーというのは今日はどう感じながらプレーしました。プレッシャーというよりは楽しみだったんで、もうすごくこう楽しみにしてたものができて、まあ、嬉しい感じでした。永井選手個人にとっては今日はどうでしたか、プレーは。そうですね、なかなかでもボールに絡めなかったんですけど、でもその中でもしっかり結果が残せたんで良かったと思います。チームとしてはまだまだ良くなる要素を残してますよね。そうですね、まだ始まったばっかりなんで、これからもっともっと良くなると思います。ありがとうございました。永井選手でした。まあ、でも終わってみれば勝ってよかったなというゲームになりましたね。いや、今日は勝ってよかったゲームですよ、これは後々引き分けで終わっていると響いてきます、はい、これは昨シーズンガンバと引き分けて、後々それが大きな意味を持ってきたと同様に、はい、今日は勝っておいてよかったという、そんなゲームです。もし引き分けだったら去年とはこれ意味合いが全く違う、全く違う引き分けになったと思います、しかし値千金のゴールというのは、うん、今日の長いのようなゴールを言うんだなと、はい、改めて感じましたけどね。本当ですよ、いやだから、まあ、ゲームが始まる前はいろんなやっぱりこう絵を描くわけで、なんかその構想が本当やっぱちょっとずれたなという感じがありましたんで ね、まあ、オジェクも、はい、こういうゲームの流れを、彼らに知らせるために耐えたんだと思いますけれども、うん、そんな中で生まれた長いのゴールはこれは本当に価値ありますよ、とにかく今レッツから言えば、まあ、変な話チャンピオンではあるんですが、勝ちに多少飢えたところありましたよ ね、はい、ブルーズカップがあったり、ね、ゼロックスがあったり、負けているわけですから、そういったのやっぱこう勝ちというのはやっぱ非常に重要なことですからね。重要です、今日は本当に重要ですし、はい、大きな仕事とこの笑顔が上がってますよ ね、まあ、ね、うん、いや今日は救世主と呼んでいいと思いますよ、はい、本当ですね、はい、さあこのゲームの、まあ、ハイライトシーンもありますが、まあ、その辺もご覧いただきながらちょっと振り返っていこうと思うんですが、まあ、本当になんか横浜 FC のいいところが非常に目立ったということでしたから、ご覧のように緊張感の中で選手が入場して、そしてこの2007シーズンのスタート、まあ、開幕ということになりましたが、ホルガー・オジェク監督、まあ、11年ぶりというこの開幕、さあまずはこのシーンです。これはね、相手も下がって人数かけているところですけれども、はい、やっぱり崩していってますよね、ですから、まあ、オウンゴールになりましたけれども、うん、ある意味レッツのやろうとしていることは出ているというシーンでした、はい、ところがこの辺から少し甘さが出て、前半 1-0 でいいやと思った瞬間の久保のシュート、これは見事ですよ。やっぱりこの男をフリーにしてはいけないということもうはっきりと示しましたね、はい、まさにファンタスティックというね、これでだから流れ的にもう44分ですが時間はなかったんですが、ですただハーフタイムを挟んでやっぱり横浜 FC のペースにはなったわけですから ね、で後半の苦労というのは、はい、久保のゴールが生んでいるわけですよ、ところがここで相手が必死であればあるほど必要な相手の裏をかくプレーを長いやりましたよね、だからそんな選手が必要だという話をしてた時にそのままピッチ上で表現したのが長いだったと思います、ですね、いやオジェク監督、レンゲルスコーチが今抱き合っていたんですが、はい、この笑顔も本当になんか心の底からというもこう本当に勝ってよかったというなんかこう、ね、と思いますよ、内容が、うまくいかない難しいゲームであることは本人も分かっていながら、はい、そんな中で最後には勝ち点3を手に入れることができた、はい、これは本人嬉しいと思いますね。先日練習を見ていたときは表情的にはひどくいい顔をして、そして、まあ、この横浜 FC を迎えにあたっても、まあ、調整もうまくいったという話でしたから、まあ、我々もひどく期待をした、ただそれ以上やっぱり横浜 FC の新藤さん、このやっぱサッカーですよね。そうですね、非常にこの J1 でも十分も通用するというサッカーですよね、
後ろ、うん、自陣に、まあ、リトリートすると言いますけれども、はい、自陣にポジションを取って、うん、そこへ入ってくる相手は粘り強く、我慢強くやりながら前線のターゲットになる久保に預けて、はい、奥が絡んでいって、うん、その間に誰かがカウンターに出るという、そういうやり方をしてくると思うんですが、うん、まあ、今日あの開幕ゲームという重みもあって、はい、レッズの選手たちがそれを簡単には崩せなかったと思う。ただ力関係でいうとレッツの方がかなりあの上でしたから、またそうでなくちゃ不安なんだけどね、そういう意味では、横浜 FC の健闘という部分はこれは称えなきゃいけないと思いますし、本当です、ね、ある意味一つの局面を何個か取り出してみると、次に可能性のあるプレーをできる選手が何人かいるという、これは大きいですね、まあ、その横浜 FC は今日のレッツの後が今度は10日がダービーになります横浜 F マリノス、その後17日が川崎フロンターレ、まあ、こういうふうにどん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 強いチームですが、いろんなこう勉強をしながら学習をしながらそうです、ね、で手応えをつかんでいくはずでしょうから、はい、うん、そういった意味でもこの開幕戦浦和レッズ戦がこれだけやっぱり戦ったというのはあるでしょうね、でしょうね、粘り強さに関して言うと、こういう大舞台でこれだけのアウェーのファンの前で、戦い続けることができたというのは収穫だと思います、はい、一方のレッズは、まあ、ほんと苦しんだんですが結果的には勝ちました。この3月3日の開幕戦横浜 FC 戦で、その後に3月の7日には、まあ、1次リーグ E グループということになりますが、この ACL がまあスタートする、はい、だからまあ今日勝ったということで、まあ、気持ちでやっぱり本当に良かったですよね、この ACL を考えてもね、改めて、思いますけど、うん、最高の勝ち点差だと思いますよ、うん、これ引き分けで終わったら、はい、この後の、連戦厳しいタフなスケジュールどうやっていくんだろうかと、うんうん、ちょっとゾッとしますよね、そういう意味ではなんか今シーズンのこの勝ちというのはもしかして後振り返ってみるとここのあのゴールがあってよかったなと思えるんじゃないかなと、いやそれありますよ、まだ始まったばかりなんですが、そうなんですよ、でもなんかこう長いのゴールが大きな意味を持つゴールになるかもわからないというね、だから、うん、勝ち点3を手に入れた上で課題を修正するチャンスを手に入れたと思わなきゃいけないですね、はい、まあ、そしてこの J リーグから言えば11日が新潟戦、17日が甲子園というふうに続いていきます。その後大分、岩田、柏、まあ、始まったばかりではあるんですが、まあ、もちろん他も、ね、あの補強したりということで、まあ、簡単にはもちろんいかない、そして、はい、他の17チームはやっぱり打倒列ということで来るわけですよね、どのチームも来ます、そしてワシントン対策も十分に立ててきますよね、そういったところを今日垣間見えたと思うんですけれども、それによってまた列が進化していかなきゃいけないわけですよ、その進化の第一歩として今日は捉えたいですね、やっぱり優勝チームって本当そうなんですね、そうなんです、進化をしていかないと、はい、まあ、こう終わったわけじゃないんで、こう本当に去年優勝で始まったわけですから、これからやっぱり本当に強くレッズを、ね、見たいということになる、我々はもう世界へ向けてもレッズの姿を見たいわけですから、どんどんと前に向かってほしいと思います、ですね、いやでも苦しかったな、伊藤さん、と